どうも皆さんこんにちは、ノンワンです。ということで今日のロブロックスはソニックのゲームパート9ぐらいかなということで、新しくまたアップデートが来ました。今回は前回メタルソニック、これやね、みんなこのメタルソニックを倒してメタルソニックというキャラクターをね、俺はゲットしたわけなんですけど、今回はこのダークバージョン、ダークメタルソニックみたいな感じが来たんで、早速そいつも倒して自分の仲間に入れていきたいなと思います。ソニックのゲーム好きな人、チャンネル登録と高評価もよろしく。よし、じゃあみんな早速やっていきたいと思います。これやね、新しくイベント来たのは金属のリターン、これ多分メタルソニックのリターンってことやろうね。あ、来た来た、これだ。このかっこいいダークソニック、ダークメタルソニックみたいなのを倒すと、今回はメタルマッドネスの始まりですと。メタルソニック 3.0 っていうのかな、このダークソニックみたいな感じは。それがスピードウェイに現れたから、それを止めるのに君の助けが必要だって言ってるね。そういうの、このテイルズちゃんが、のでやっていきたいと思います。でのなんか俺すでになんかクリアしてるんやけど、なんで。あ、なるほど、これメタルソニックもゲットできるっていうやつだね。でここで切り替えボタンかな。 OK、 来た来た来た。これデストロー金属ソニックとして風船、何これ、風船割ればいいのかな。でメタルソニックとして、何これ、日本語がわかんない。これを倒せばいいのかな、とりあえず。で20分間レースもすると、とりあえずオーブを見つけたり、まあ、この4つ、まあ、ソニック倒したりっていうことをしていくと、まあ、これがアンロックされるってことやね。とりあえずじゃあ今日もやっていこう。ちょっとかっこよくね。あとね、気になってたんやけど、この左側に飛行レッスンってやつが出てるんよね、新しくアップデートで。これ何なんやろ。これは3日後くらいかな。ほら、何これ、すげえ、なんかこんなんあるんやけど、飛行機とか。飛行機もしかして使えるんかな。次は毎週土曜日ぐらいにこのゲームアップデート来て、まあ、日曜日に動画出してるので、次の日曜日にこの飛行レッスンもついでにやっていきたいなと思います。そういえばね、ここに新しく新コースもあるんよね。ここはまだ行けないかな。お、なんだ、あ、ここになんか閉じ込められてるやん、みんな。ここ行けるようになってるぞ、みんな。ここね、今まで行けなかったよね。メタルマットレスに続いてるのがここが。あ、ここはね、前回やったね。なるほどね、前回のイベントがあそこから行けるようになったというわけですね、じゃあ。よし、じゃあ早速やっていこう、この金属のリターン。テレポート標準スピードハイウェイ。さあ、今回も、お、来たな。こいつが多分バトルするのかな、こいつと VS で。え、何、またこのレースか。オッケー、俺ね、このレース結構慣れてるから、結構うまいかもしれない。ちょっと待って待って待って、コントローラーが動かない。オッケーオッケーオッケー。で、ここしっかり取っていく。いや、これ前回と同じコースじゃないか。なら俺、待って、何、びっくりした。なんかあったぞ、今。なんか今、なんか、レーザーみたいな光ってたよな。ちょ待って、これは欲しい。これは欲しい。オッケーオッケーオッケー。とりあえず、まあ、スピードはロスしていくか。あ、待って、これも欲しい。これも欲しい。待って、じゃあそこは届かない。まあまあまあ、いいでしょう。まあまあ、これ次回よ。何回もこれ遊べると思うから、しっかりと今は回収する段階。これ黒いオーブが、チェックポイントないんや、これ。普通になんか危ないところかと思った。レーザーみたいな感じで当たると終わりなんかなと思ったけど、う、危ない。ここら辺はとりあえず何もないかな。とりあえずここ行こう。オッケーオッケーオッケー。今俺メタルソニックやからね、一応かっこいいんじゃないか。待って、抜かされてるんやけど、いつの間にか、いつの間にか抜かされてた件について。オッケー、ここで破壊していきながら、やっぱあの風船取っちゃうと結構、う、あぶ、結構あれだな、時間ロスっちゃうな。まあけど全然大丈夫よ。多分最終的に俺は勝つんじゃないか、わからんけど。ちょっとこれ勝ちたいな、とりあえず勝ちたいな、とりあえず勝ちたいな。やばい、これ間に合うかな。おりゃ、もうちょっとなのに。追いかけ、抜かした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 。さすがに俺は勝ったんじゃないか。ここが確かゴールなんよね、前回と同じなら。オッケー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 、倒した。前回と同じなんや、これ、コース的には。お、なんだ、なんかスピンを受け取るには以下を完了してください。スピン、あ、スピンも追加されたのか。これも前回と同じようにスピンでこのチャオをゲットできるってやつやね。この体の周りについてるチャオね。これで経験値とかいっぱい多くもらえたりするよね。何ゲットした、今俺。ごめん、何ゲットしたか見てなかった。まあでもとりあえずやつらをしばいていけばいいってことやね。あー、ちょっとやっぱ増えてるね、さっきので。このオーブをゲットしながら、まああのコースの中にあるこの風船破壊して、あと10回このメタルソニック、ダークメタルソニックみたいなやつを倒す、倒すっていうか、まあ、抜かす、抜かして優勝する。あと20分間レース。20分間俺レースしないといけないの。今のところ3分しかまだやってないぞ。あ、でもさ、ここにもさあるんよね、これが。ここでもいいんかな、もしかして。このね、前回やった花火帯、ここにでもほら一応ね、風船あるよね。風船35個っしょ。でこれ割ると、割ったら35個、あれ、これじゃないんや、この風船じゃないんや。え、この風船やんね、ドクロっていうかドクターエッグマンの。あれ、なんでこれはカウントされないんやろ。まあでも謎すぎるけど、まあとりあえずじゃあ別のとこ行ってみるか。ちょっと待って、あそこの飛行機が気になりすぎる、本当に。こっちにもなんか場所あるやん、ほら、なんか秘密エリアみたいな。
何この桟橋、すげえ。めちゃめちゃコースがどんどん広くなっていくんやけど、アップデートごとに。いいね、飛行レッスン早くやりたいな。でもね、大体分かったぞ。ここでがっつり風船稼いでいきます。で、ここで大ジャンプかまして、ここで風船も割っていきながら、で、ここでも風船欲しい。オッケー、風船の方行って、おれ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 、これ連打でいいな。細かい操作が必要かなと思ったけど、連打でよくって、この上の方向に飛んでいくと。で、メタルソニックを追い越していく。オッケーオッケーオッケー、いいよ。待って、こっち側行けるの？え、すげえ、こっち行ける。ショートカットショートカットめっちゃ増えてる。あ、ちょっと待って、なんか今ラグったぞ一瞬。ラグったせいでジャンプ出なかった。オッケーオッケーオッケー。でもこれであんなショートカットできるようになってんや。これだいぶさ、タイムアタックめっちゃ速くなる気がする。こっち行って、とりあえず上のルートを確保しながら。いや待って、なんで？やっぱ連打ダメだな。みんな一回負けてみたらさ、ほらここにさ現れるんやけど、さっきあの俺が早めについてしまうとこいつ爆発しちゃうんやけど、負けたらここに現れるんや。かっこいいやんめちゃくちゃかっこよくない？このなんか黒と黄色の感じが、なんかこいつ頭の出来が違うんだよみたいな感じで、なんかトントンしてやがる頭のところうざすぎる。でもみんな大体わかったぞ、大体わかった。最初はここでブースティングをかましていき、でここジャンプ入れる、でここもジャンプ取り入れることで素晴らしい回転をものにしていく。でここでチェックポイント取って、ここら辺でジャンプすることで最高速度の、速度を維持できる。でここら辺はしっかり取ります。 OKOK、しっかり取って、まあ、ここはもうしゃあないね、遅くなるな。でここ飛ばずにこっち側で飛んで、ここ取ろう。 OKOK、 こっちの方がなんかね、上の方がやっぱいい気がする。上の方を取る方が OKOK、しっかりここ取って真ん中の方乗って、失敗していく、失敗していくが、うわーけどまあオーブ集まったんじゃね俺。オーブだけでいいから。あ、待って、なんかアンロックできそう。あ、風船があともう4つなんや俺。もうすぐそこまで来てるやん。で、オーブ、あ、ほらオーブ完了してる俺すべて。で、あと4つで、あと3回倒して、あと11分遊ぶだけ。え、てか意外と簡単すぎたまるやねんけど、今回のイベント。これ何？あ、なんかコインゲットしました。ありがとうございます。まあ見といてくださいよ皆さん。私のこの超高速ソニックの力を。もう何恥の行いをしていきたいなと思います。こっち。あー、取れなかった。まあまあ、本当はね、さっきのここの輪っかをくぐった方が早かったんですが、まあまあちょっといいでしょう。ここでインコースをがっつり攻めていきながら、ここでインコースもさっかりと締めていきながら、で、これチェックポイント取らずに、で、ここ一回スルーして、で、ここジャンプ入れて、で、ここを乗っていくと。まあまあまあ、ちょっと、まあ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 いいでしょう。で、ここ真ん中の辺に乗っていき、オッケーオッケーオッケー。で、しっかりここ取って、まずはここ。で、こっちを、しっかりとくぐっていき、うわー！大丈夫。これが俺の最高速度だというところをまず見せます。まずここでジャンプ入れ取り入れて、ここをまず取ります。いいよ、ここまでは完璧でね。やっぱりね、ちょっとね、もうちょっとうまいこといく方法はあると思うんやけど、ここで、この次がね一番迷いどころやね俺の中では。このまま直接上に行けそうな気するけど、俺はアンパイを取り、ちょっとなんだ、もう変なん取っちゃった。まあいいわ変なんちょっとやったけど、まあまあまあ前の方に入れたんで OK でしょう。で、ここでしっかりと上に乗って、加速ブーストも使いながらと。で、こっち行っちゃうと、上から来ちゃうと、あそこのねショートカット使えないよね。なんかまあ一応こっちルート行きます。で、ここ行ってこっち乗ると。素晴らしいよ今のところ、今のところ素晴らしい、限界突破している。で、ここで一回ジャンプ挟んで、しっかりとブーストも決めて行きながら、ここで一回飛ばずに、ここで大ジャンプをかますことで美しく上に上がっていく。いいよ。で、ここで、ちょっともう風船が邪魔でね、なんかたまにね、風船の方にね、吸い寄せられちゃうよね、俺。オッケーオッケー。これで風船無視して、風船無視していく。オッケー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 。まあ、こんな感じ。あまり最速ではなかったけどね。よし、ということで皆さん、多分これで俺のイベント終わったんじゃないかな。あ、違う、まだだ、もう一個ある。あ、そうだ、これがもう一個あるのか。でもほとんどもうクリアしてるぞ。あ、なんならあと18秒やった。みんな18秒プレイしてればよかったんや。今これが本当のラストランやっていきたいなと思う。18秒しかないから、ここで18秒以内に俺をクリアするってことっしょ。まあおそらくは分からんけど、これでしっかりとここズベと取っていき、いいよいいよ、インコースがっつり攻めていきながら、で、ここでジャンプ、あ、取り入れない、まあまあまあいいでしょう。で、ここ行きながら、ここはもう上を無視します。で、しっかりとここでジャンプをかまして行き、違う、またまた吸われたこいつに。なんかめっちゃ吸われるんやけど、まあ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 、でも大丈夫よ、全然大丈夫。で、ここはね、上行かずに右も行きたいが、これ右行ける？あ、右行けるやん。 OKOKOK、ここで最高速度を決めていき、いいよ、これ今までで多分一番速いかもしれない。そんなことないかも。 OK。 で、ここもしっかりと乗っていき、いいよ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 。
で、ここで大ジャンプかましていきながら、オッケー。かまたまりの、中取りのかまたり、スライディングアロー、スライキングシュート。え、早くない？これ結構。これ結構早かったくない？メタルソニックはこんな強いとは知らなかったよ。ヨーみたいな、何これ知らなかった、ヨーみたいな書いてなかった今。わーありがとうって書いてる。お、なんかいろいろゲット、おー来た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 、ニューメカニカ、ニューキャラクターアンロック、メタルソニックマシーン03。よし、ということで多分終わったんじゃないかな。金属のリターン編切り替えて、メタルマットの全てクリア、ここも全部クリアと。じゃあちょっとなっていこうか、新しいキャラクターに。メタルソニックもちなみにね、一応レジェンド扱いで、来た、めっちゃかっこいいやん。この背景だけでもすでにかっこいいんですが、メタルソニックマシーン 3.0 発動発動なんか権限、おお、いやめっちゃかっこいい背中から出てるなんかブーストマシーンみたいな感じもかっこいいね。これが新しくゲットしたメタルソニックです。皆さんいいね、めっちゃかっこいいんじゃない？なんかちょっとほら目の動きとかも機械っぽくてかっこいいね。ということで、めちゃくちゃかっこいいメタルソニックゲットしました。次回もね、多分アップデート来ると思うんで、この飛行レッスンもついでにやって、次のアップデートのやつも全て完了していきたいなと思います。かっこよくね。ということで、この動画楽しんでくれたらチャンネル登録と高評価もよろしく。また明日、バイバイ。